萩原作太郎、萩原作太郎、萩原作太郎、1886年、明治19年11月1日から1942年、昭和17年5月11日は、日本の詩人。大正時代に、近代史の新しい地平を開き、日本近代史の父と称される。群馬県東群馬郡北極林町、後の前橋市北極林町、現、 千代田町一丁目に、開業医の父、密蔵と、母、慶の長子として生まれた。名前の作太郎は、長男で昨日、1日生まれであることから、命名された。1893年、明治26年に、群馬県市販学校附属小学校に入学。この頃から神経質かつ病弱であり、学校では一人だけの獣にされて、いつも、周囲から冷たい敵意で憎まれている。 と孤独を好み、一人で、ハーモニカや手風琴などを楽しんだ。市販学校附属小学校高等科を卒業後、1900年、明治33年に、旧成県立前橋中学校、現、群馬県立前橋高等学校入学。この時代に、いとこ、萩原栄治に、短歌のことを教わる。こういう開始に、人夜、エニ日と題して、初めて短歌誌を発表。 在学中に旧友と共に、野森という回覧雑誌を出して、短歌を発表する。作品には、よさのあき子の影響が見られ、1903年、明治36年に、よさの鉄漢主催の、病状に短歌三種掲載され、石川拓僕らと共に、新社者の同人となる。学校へ行くと言って、家を出ながら、郊外の野原で寝転んだり、森や林の中を歩き回り、 学校の授業中はいつも窓から空を見ていた。結局、中学で落第。1907年、明治40年9月熊本にある第5高等学校第1部をつるい英語文科に浪人して入学するが、翌年7月落第し、1908年、明治41年9月、岡山にある第6高等学校第1部兵類、ドイツ語文科転校。 試験を受けないため教師の間で問題となり、翌年七月落第。1910年、明治四十三年、六校に席を残しつつ、慶応義塾大学予科、両組に入学するも直後に退学。同年の夏頃に、チフスにかかり、帰京し五月、六校を退学する。翌年、慶大予科に再入学する。県八について、マンドリンを習い音楽会やオペラを楽しむが、 精神的苦悩に悩まされ、同年11月、慶大予科を中途退学。慶大への入り退学が重なっているのは奇妙だが、これは、旧世代六高等学校の教授が作太郎の父、密造に手紙を寄せ、作太郎の学業に将来の望みなしと予告したことに関連する。1913年、大正2年に、北原白州の雑誌、ザボンに、初めて、 道行きほか5編の死を発表、詩人として出発し、そこで、室生再生と知り合い、室生とは、生涯の友となる。1914年、大正3年に、東京生活を切り上げ適郷し、屋敷を改造して、書斎とする。6月に、室生再生が前橋を訪れ、そこで、山村墓長と3人で、死、宗教、音楽の研究を目的とする。 人魚死者を設立。1915年、大正4年には、獅子、卓上噴水を創刊。ゴンドラ洋楽会を組織して、マンドリンやギターを教授して、前橋や高崎で演奏会を開催する。またこの頃から教会に出入りし、神や信仰、罪などの問題に悩み始める。1916年、大正5年春頃から自宅で、毎週1回の 詩と音楽の研究会を開き、6月に、ムロウ再生との二人雑誌、感情を創刊。高度に成熟した、三文詩や評論を発表し始め、1917年、大正6年32歳で、第一詩集、月に吠えるを、感情誌者と、白日社教官により自費出版で刊行。内容、形式ともに、従来の詩の概念を破り、交互を調子、 呪状詩の診療域を開拓し、詩団に、格好たる地位を確立。森外の絶賛を受けるなど、一躍詩団の長寿となり、5月、文章世界史上において、神秘主義、象徴主義論のきっかけを作る論文を発表。1918年、大正7年、感情に、歌3編を発表した後、前橋市でマンドリンクラブの演奏会を頻繁に開催し、 前橋在住の詩人家人たちと文芸座談会を設ける。1919年、大正8年5月、上田稲子と結婚。6月、和歌山牧水来訪。詩人団体、詩和会の委員となり、帰還し、日本詩人の創刊と共にアホリズム風の文章を初めて発表し始める。1922年、大正11年に、新しき浴場を観光。 短歌雑誌に発表した、原歌壇への公開上をきっかけに、歌壇人と論争になり、作太郎は、万葉のロマン的女上精神の復活を唱えた。1920年、大正八年長女、萩原陽子誕生。1922年、大正十一年次女、秋子誕生。1923年、大正十二年一月刺繍、青猫観光、7月、 長を夢むを観光し、谷崎淳一郎を訪問。1924年、大正13年2月に、雑誌、新興総刊号に発表した、長緒と理念12編により、同誌が発売金となる。1925年、大正14年には、妻と娘二人を伴い上京し、東京府江原郡大井町、現品川区内、北都島郡滝野川町田畑（現） 北区内へ移り住み、近隣の芥川龍之介や室再生と頻繁に往来し、8月に純情小曲集を刊行。雑誌、日本詩人の編集を後に、妹、愛がと継ぐ佐藤総之介と担当し、ニヒリズムの傾向を強める。11月、妻の健康回復のため鎌倉に転居。1926年、昭和元年江バラ軍マゴ町、元、 大田区内に転居。1927年、昭和2年頃から三好達治、堀達夫、梶本次郎などの書生や門人を多く抱えるようになる。三好達治は、作太郎の四人いた妹の末っ子愛に求婚するが、断られ、後に愛が再再婚した佐藤総之助に先立たれると、妻を離縁し、愛を妻として三国町で暮らすが、間もなく離縁する。 1928年、昭和3年に、詩人協会の創立に伴い評議委員となり、2月、詩論と感想を、12月、詩の原理を刊行。1929年、昭和4年7月に、家庭破綻により娘二人を伴い前橋の実家に帰り、離婚と家庭崩壊の苦悩により生活が荒廃し始める。10月、虚毛の正義を刊行。 11月、単身状況、赤坂区日野基町、現、港区赤坂のアパート、乃木坂クラブに家具。11月、当住滞となり、前橋に帰る。翌年7月、父死去。10月、妹愛と共に状況、牛込区市ヶ谷大町、現、新宿区内に居住。1931年、昭和6年5月、万葉州から新古今州に至る若。 437種の解説を中心とする恋愛名著集を刊行。1933年昭和8年に世田谷区大体一丁目に自ら設計して自宅新築入居。個人雑誌整理を発刊。ここでヨサブソンや松尾芭蕉など古典の指論を発表し日本の伝統史に回帰した。1934年昭和9年に詩集。 共頭を刊行。同年7月に、明治大学文芸科講師となり、詩の講義を担当するようになる。1935年、昭和10年4月、純正詩論、10月、絶望の闘争、11月には、猫城刊行。自らが、発起人となって、伊藤静蔵の出版記念会を行った。1936年、昭和11年3月、教習の詩人、 よさぶそん、5月随筆論評集、老化と失望を刊行。前年に、雑誌、文学界に連載した、師団辞表により、第8回文学会賞を受ける。10月に、四角音話会が設立されると役員となる。1937年、昭和12年に、工芸新聞主催の、萩原作太郎歓迎座談会に出席し帰郷。3月、詩人の使命。 8月、無からの構想を刊行。東国会の創立発起人となり、9月に、東国文学省が設立されると、島崎東村、戸川飽骨、武者の工事根圧と共に選考委員となる。この頃からおびただしい量の執筆、座談会、講演等をこなすようになる。1938年、昭和13年に1月、新日本文化の会の帰還し、新日本を創刊。 3月に日本への回帰を発表して日本主義を主張し一部から国粹主義者と批判される雑誌日本に死の鑑賞を執筆した4月大谷光子と結婚するも入籍せず1939年昭和14年にパノンの会正式名死の研究講義の会を結成9月宿命を刊行1940年 昭和十五年に、起境者、第四回、東国文学賞受賞、港にて、を観光し、十月、値を観光する。この頃から体に変調を感じ始め、1942年、昭和十七年四月末付で、明治大学講師を辞任。同年五月十一日に、急性肺炎で、世田谷の自宅にて五十五歳で死去。母書は、前橋市江の町制圧指示。 方名は、三秀院、釈文明子子長女、萩原陽子も作家であり、演出家の萩原作美は陽子の息子である。作太郎の妹愛子は、詩人、佐藤総之助の妻。以下は、生前に発表された作品のみ、前週は現在までに5度出版されている。最新版は、筑馬書房、全15巻及び、保管。 1986年から89年かけての出版にある出生地である前橋市にある水戸緑都市の町前橋文学館に地元出身の詩人伊藤新吉全集編集二従事し伝記萩原作太郎により第28回読売文学賞を受賞らの努力により作太郎など群馬県出身の詩人に関する貴重な資料が保存 展示されている。2007年9月7日、台風による強風で木が倒れ、聖火に直撃し、屋根などが破損し修理された。また、作太郎の功績を記念して、前橋市の条例により、萩原作太郎賞が制定されている。萩原作太郎賞一覧、萩原久太郎賞一覧、萩原久太郎研究所の HP より、 1917年2月刊行の諸女詩集、ガツに吠えるで全国に名を知られるようになった。続いて1923年1月に青猫を刊行。これは、ガツに吠えると並ぶ作太郎の代表作とされている。白衆に次いで文化学院で教弁を取る。このほか、長王、夢夢、萩原作太郎詩集、それらを修正した、定本青猫がある。 これらの作品は、交互体によって書かれ、河村光太郎と共に、交互自由視の確立者とされる。一方、実生活上では、医師の長男でありながら、生涯定職につかなかったおい目の意識や、二度の離婚。最初の離婚にまつわる、家庭内のいざこざが原因で一女に知的障害が残るなど、過失の意識を強めていった。1934年6月に刊行された、 表頭では、全変換文帳の文語体を用いて、赤量と会議の情を訴えている。この作品をめぐっては、評価は、こうを全く二分されている。最後の詩集は、三文詩と序情詩、行分け詩をまとめた、総合詩集、宿命であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。